昔から VR での落下死だけは慣れないんだよな。全身に電流が走る感覚と同時に感覚が全消失する。そんな無駄リアリティを追求したせいで発売禁止になったゲームもあったな。見さらせ、ボーパルスピリット。ん？メテオフォールという落下エネルギーを利用した攻撃スキルが存在する。自由落下による運動エネルギーを持った山岳はエムルによってマッドディグの頭上にアポート。本来は落ちて死ぬだけのはずであった落下判定がずさんながらも命を懸けた攻撃であると判定された。メテオフォールならぬミステイクメテオフォールである。